伊吹山、伊吹山、伊吹山、伊吹山は、滋賀県前原市、岐阜県伊比郡伊比川町、ふわ郡関ヶ原町にまたがる伊吹山地の主峰、最高墳、標高1377メートルの山である。一等三角点が置かれている山頂部は、滋賀県前原市に属し、滋賀県最高峰の山である。山域は、琵琶湖国定公園に指定されている。 古くから霊法とされ、古事記、日本書紀においては大和武が統制の木に、伊吹山の神を倒そうとして、帰り討ちにあったとする神話が残されている。日本書紀では、五十吹山あるいは、伊吹山などのように記され、古事記では、伊吹岡の山と記述される。かつては、修験道においては、大乗本と呼ばれていた。日本百名山、新、花の百名山、 一等三角点百名山、関西百名山、近畿百名山、岐阜百山の一つに選定されている。いぶき山の読み方について、国土地理院の登録された山名をはじめ、地図や道路標識などの振り仮名は、いぶき山となっており、いぶき山の山麓地域では、いぶき山と呼ばれる。一方、いぶき山という呼び方も存在し、滋賀県のいぶき町では、いぶき山、 身の終わり方面では、いぶき山とする名官があるほか、滋賀県内のいぶき山に近い地域では、いぶき山、遠い地域になるほど、いぶき山と呼ぶ傾向があるとも言われており、岐阜県でも同様の傾向がある。滋賀県、岐阜県、愛知県、三重県の多くの学校の校歌で、いぶき山に関する語句が歌われいる。古くから神が宿る山として、信仰の対象であった。 室町時代後期には、織田信長により、山上に、野草園が作られたとされている。明治以降に、近代登山の対象となった。対象には、中山祭二郎により、関西における、スキーの山として注目されるようになった。1964年、昭和39年に、深田久屋により、日本百名山に選定されると、百名山ブームもあり、 全国的に登山対象の山として知名度も高まった。1965年、昭和40年に、伊吹山ドライブウェイが開通すると、9号目まで、容易に上がれるようになり山頂部は、観光地下した。伊吹山の神は、伊吹大名人とも呼ばれ、古事記では、牛のような大きな白い、日本書紀では、大蛇とされていた。古事記には山と武が、 この伊吹大明神と戦って破れる物語がある。伊吹山の神に苦しめられて破れた山とたは、病に侵されて山を降り、伊・聖の泉、前原しさめ貝の平成の名水百戦の位置に、選定されている、伊・聖の清水で、少し回復したものの、後に悪化して亡くなったとする伝説が伝えられている。山頂部には、その日本穂高の石像と、 いぶき山の神の白いの像が設置されている。京都山道の三合目西側の高屋と呼ばれる場所は山と竹が山の神に出会った場所とされていて、大正時代に石の祠が建立されその中に木造の日本村が祀られた。また文献によれば、古代には大見国、美濃国の両国でいぶき神が祀られたことが知られる。国史では、両神に対する深海。 宝女の記事が参見され、中央にも知られる神であった。両神は、演起式神明朝においてもそれぞれ、伊吹神社、伊富木神社として記載されて式内社に列しているほか、美濃の伊富木神社は、美濃国内において、南宮大社、一宮に次ぐに宮におけづけられた。現在も、大美の神社は、伊吹、木神社、滋賀県舞原市、伊吹として、美濃の神社は、伊富木神社、 岐阜県不和郡樽井町、岩手として祭祀が継承されている。なお、宗子については、美濃地方の豪族の伊福部氏との関係を指摘する説もある。縁の大角が、伊吹山に登り、伊屋高寺と太平寺を建立したと伝えられている。白山を解散した大長は、この山には経入り白山信仰を伝えた。旧世紀に伝わった密教と結びついて、 主言の場として多くの寺院が山中に建立されるようになった。851から854年、人寿年間に、総う三治により、伊吹山の南側の中原のお根城に、山岳寺院の家高寺が建されたことが、日本三大実録に記録されている。三治、三寿により、三城と三六に、山岳寺院が建立され、 江戸時代まで山岳修行の山とされていた。宮高寺は、伊吹山寺と呼ばれる、定学寺の中心となる一つで、伊吹四大寺として、他に太平寺、長尾寺、観音寺が建立され、後に伊吹五国寺となった。鎌倉時代には、修験者による山岳宗教が発達し、知事は数百の同房が山中に立ち流星したが、戦国時代に、 陛下でほとんどが消失し現存せずその地名が残されている。伊アタ寺は戦国時代に京国市や浅井市により城郭の一部として改造され、1512年、永昇9年に陛下に会い、その後麓に坊社が移された。円空は、伊吹山の太平寺に暮らし、平等石、平等岩で修行を行い、木長仏を残している。 イアタカペラートは1986年昭和61年3月28日に滋賀県により天然記念物史跡の指定を受けた。イブキさんは冬に日本海側からの季節風の通り道となり、農地平野では冬季に北西の方角から吹く季節風をイブキおろしと呼ぶ、赤ん帯湿潤気候で雪も非常に多く、 1927年2月14日には世界最新積雪記録となる積雪量 1182cm を記録しており、現在でもこの記録は破られていない。また、旧平年値1971から2000における月別平均気温は輪っか内とほぼ同じ値となっている。以下、データは2001年3月31日に観測を 終了した、伊吹山速攻所の記録である。伊吹山は、約3億年前に噴火した海底火山であったとされており、海ゆりやふずりなの化石が発見されたことから、地層には、約2億5000年前の古生代に海底に堆積した層が含まれていると考えられている。その時期に、産後礁が形成されたことで、石灰質の地層が堆積した。中原より上部は、 古生代二条期に形成された石灰岩が広く分布している。山頂部では、カレンフェルトや巨大な石灰露岩などのカルスト地形が見られる。化石が多く含まれ、フズリナや海ユリの化石がよく見られる。石灰岩には、海上の亀裂が多く、水通しがよく表土は乾燥しやすい。現在は良質の石灰岩が採掘される山として知られている。山麓は、 流水の里としても知られている。石灰岩層は山肌に降った雨などを浸透させ、伊吹山の山麓には、石灰岩層から抽出されたカルシウム分など、ミネラルを多く含む流水が豊富である。このうち、米原市にある、泉神社の流水は、名水百選の一つに選ばれている。サメガ塾にある伊、聖の水が、平成の名水百選に選ばれたほか、春寺市の泉、 薄谷の湧水が知られている。南西山独米原市上野の伊吹山の登山口には、結果地の水と呼ばれる湧水がある。山頂の弥六道へ向かう、山岳行者が身を清めた場所とされていた。標高が低い山であるが、石灰岩層の山であることと、地理的な環境条件などの要因で、植物性が豊かで植物研究に貴重な山とされ、 マキノ富太郎らの多くの植物学者や最悪史により調査がなされている。日本では高尾山に次いで藤原武氏と共に二番目に植物の種類が多い山であるとする調査結果がある。山麓から山頂にかけて様々な野草の群生地があり、小イブキアザミスレミューコンファーティッサムムなどの旧種の固有種がある。高山の高系草原に見られる種も自生していて主なものとして 大葉木帽子、かのこ草、木花の蓮里草、くがい草、死臭土、下付、下付草、日光キスゲ、白山風炉、メタカラコ、ユースゲ、ルリトラノウなどがある。頂上の残雪表面では、雪氷草類が確認されている。山頂部では、樹木の生育が抑えられて高木が少なく、日本では、数少ない北方性の高山植物、 または、鉱山性植物の植物が分布する、産地草原が発達している。約300種の温帯性及び、鉱山性の草木の群生地となっていて、近畿地方以南では他に例がない。地層形成年代が古いことと、鉱山的な気象条件になることから、伊吹き山の固有種を産出している。日本で分布の西南源となっている種が多数ある。日本海洋素の植物が多い。 石灰岩地を好んで生育する植物は多い。西日本に分布する港要素、重ね即帰要素の植物が北上してきている。多くの薬草、民間薬草が二百三十種ほど、極方薬草十九種が分布し、イブキカモジグサ、キバナノレンリ草、イブキのエンドウのように、ヨーロッパを原産とする雑草が生育しているが、これらは、織田信長が、ポルトガル人宣教師の希望を聞き入れ、 いぶき山に土地を与えて、ハーブガーデンを作った時に、ヨーロッパから持ち込まれたハーブに紛れて入ってきたと、推測されている。大葉木帽子とメラカラコウ群落、大葉木帽子とショ,ウジョウスゲ群落、サラシナウシマ群落、富士天人層群落、下月層群落、赤素群落、岩場のいジャコウ層群落、千島笹群落などが、総本植物群落の季節ごとのお花畑となる。2003年。 平成15年7月25日に、伊吹山町草原植物群落が、代表的鉱山植物体、特殊岩石地植物群落、著しい植物分布の限界値であることなどにより、国の史跡名称天然記念物、植物天然記念物の指定を受けた。周囲の木本植物群落としては、伊吹下付群落、大分山月と、宮間片波群落、ブナと、 大露文字群落などがある。上野からの登山道の3合目の草原には、夕菅の群生地があり、日本自家などによる、食害対策として防護ネットが設置され、観察路などが整備されている。2013年、平成25年から7月下旬に、その群生地で、夕菅祭りが開催されている。この夕菅の群生地付近は、岡目が原と呼ばれ、 春から秋にかけて70種ほどの草花が生育している。またその北側の3合目公衆トイレ周辺では100種ほどの草花が生育している。2009年、平成21年から西山6の姉川佐賀の米原市、大久保地区周辺には節分草、木花の天菜などの群生地があり、春先に節分草、ふれあい祭りが開催されている。 山独は、新葉樹と紅葉樹地帯で、三後目から上部は草地となり、千七百種を超える多くの植物が分布している。キトラ虎脳のように最初に、イブキ山で発見されたことから、和名に、イブキを冠する種が多数ある。いぶきあざみ、こいぶきあざみ、いぶきこごめぐさ、いウ、き邪行僧、いぶきすみれ、いぶき虎脳、いぶき風呂、いぶき鳥かぶと、 イブキレイジンソ草といった20種以上のイブキを冠する種の植物が自生している。田中澄江が著書、新、花の百名山でイブキさんを代表する花の一つとしてイブキジャコウソ草を紹介した。このうち以下の種は環境省並びに岐阜県、滋賀県でレッドリストに絶滅器具 E 類、バルナラブル、ビューあるいは純絶滅器具、ニアセレットンド、NT に指定されている。 石灰岩の山であることから、カタツムリが多い。哺乳類では、月のワグマ、日本ジカ、日本カモシカ、イノシシ、日本アナグマ、日本のウサギなどが生息する。鳥類では、草原などに生息する格好、ツツドリ、ウグイス、ホウジロヤ、ヤマドリ、キジ、アオゲラ、アカゲラ、カケス、オオルリ、キビタキ、シジュウカラ、ヤマガラ、 トビとイヌワシなどの猛筋類などが生息する。花には、一文字セセリ、薄ヶ白蝶、裏銀表門、木揚げ葉、スジボソヤマキチョウなどの蝶を含む多くの昆虫が、シューマ。イブキさんの石灰岩は、古くは、漆塗りの原材料に用いる、小石灰として1661年頃には、開発されていたが、近代は、コンクリートセメント需要の急増により大量に、 採掘されてきた。1949年に大見工業が伊吹山に八高採工場を開き、1951年に住友大阪製麺と伊吹工場が開発工事に着手するなど大規模に採掘が進められ、南西の稜線は山陽が変貌するまでに大きく削り取られた。1971年からは住友大阪製麺と伊吹工場によって 南西斜面の緑化活動が始められ、2003年に同社が滋賀鉱山株式会社に事業を引き継いだ現在も続けられている。鉱山としては現在も大見工業及び滋賀鉱山が加業している。伊吹き山は薬草の宝庫として古くから利用されていた。よもぎ、陶器、千球が伊吹き山大薬草とされている。さらに多くの植物を配合して、 いぶきもぐさの名で、もぐさ茶や入浴剤などが、州の山陸で生産されていた。お給に使用されるもぐさに関しては、古くから、いぶき山が産地として知られており、小倉百人一首には、以下のように、恋の熱い思いはさながら、いぶきさんのもぐさのお給よだという内容の歌が、収められている。各途谷屋は、伊吹の刺しも草刺しも白々もゆる、思いを、藤原さね方、 五周一周。三毒では、約二百八十種の薬草が生え、伊比川町春日、河合の古屋地区では、昔から薬草を生活の糧にして生きてきた。薬草仲買人の小寺神五郎により、薬草の買い入れ帳と売上帳が残され、売買された薬草の品目と取引量などが記録されている。滋賀県米原市の三毒には、薬草を利用した。 温泉施設がある。お給で用いられるもぐさとして、セネファ株式会社のいぶきもぐさが知られている。江戸時代後期の大見商人の亀や左京がもぐさを、飽きない江戸吉原の遊女に、甲州柏、しら、いぶきさんの麓の亀や左京の霧もぐさという歌を教え込み、歌の流行につれいぶきもぐさの名が全国にこう迷うになった。滋賀県米原市柏し塾には、 最盛期には10軒以上のもぐさ屋があった。文化2年、1805年観光の基礎の名所図へにも、柏原塾の説明として、この駅は、いぶきのふもとにして、名産いぶきもぐさの店大使の記述が見られる。現在も、合名会社、亀谷左京商店が営業を続けている。山麓では薬草に関する以下の施設がある。1998年、平成2年に、 いぶき山独周辺の自治体により、いぶき山薬草サミットが設立された。薬草の役の語呂合わせとして毎年8月9日に、サミット会に及びオープンサミットが開催されている。会場周辺において、厚生市町村の薬草を利用した、物産販売を実施するなどの事業が行われている。参加自治体は、岐阜県大垣市、養老町、上石津町、関ヶ原町、 伊ビガワ町、大野町、池田町及び、滋賀県舞原市、長浜市で、伊吹山薬草サミット実行委員会の事務局は、大垣市経済部のおむか内に置かれている。初回は1998年に、伊吹山の東山六の薬草の生産地である、伊ビガワ町かすが陸号のさざれ石公園で、開催された。明治以降に、近代登山の対象となった。の麓は、 古くから交通の要衝であったため交通の便が良く、中京圏や京阪神からも日帰り登山が行われている。1965年には、いぶき山ドライブウェイが開通して、バスや自家用車で9号目まで訪れることができるようになり、山頂を訪れる観光客が増加した。7から8月には、山頂でご来港を迎える夜間登山者もある。 登山鉄器は4月から11月中旬頃までで、冬は積雪量が多く、ラッセルが必要となり、強風で厳しいルートとなる場合がある。1915年、大正4年3月に中山西二郎が積雪機に登場した。2014年には、いぶき山入山協力金徴収施設が設置された。山頂には5軒の売店が営業していて、 季節によっては一部の店が日中の売店営業だけでなく夜間登山の紙見所、収容人数350人として開いている。営業期間外は閉鎖される。山頂から日の出を迎えるために夜間登山も盛んに行われ、週末の深夜などは登山者が傾向する伝統が山肌に列をなして見られることがある。上野からの登山道の3合目には自生する山野草の 観察路が設置され、5号目には売店、自動販売機、休憩所があり、6号目には前原市により、避難小屋が設置されている。3号目の伊吹山ゴンドラ終点駅の高台には、伊吹高原ホテルの建物があるが営業されていない。山頂部にある伊吹山寺のお堂は、当期に緊急避難場所として一部が開放されることがある。 山頂一帯はテントパックなどのキャンプが禁止されている。山頂の一等三角点の近くにはいぶき、山速攻所があったが、2001年に観測業務を終了し、2010年に撤去された。ふもとから山頂直下に至るいぶき山ドライブウェイが、ドライブの自家用車や観光バス、路線バスなどにより利用されている。終点の駐車場からは、 山頂部の自然庭園のお花畑をめぐる遊歩道が整備され、山頂部には売天群がある。伊吹山は本州のほぼ中央にあり、若狭湾と伊勢湾に挟まれた狭まった地理に位置する。伊吹山と南の養老山地と鈴鹿山脈に挟まれた南山独の関ヶ原は、歴史的にも東国と西国との関門として交通の要衝となっている。 両城山地、小しび山地の南端の三国竹、福井県、岐阜県、滋賀県との県境から伸びる尾根を中心とした、いぶき山地の最高峰。半独立法で、いぶき山地の最南端に位置する。山頂からは360度にわたって、遠方を見渡すことができ、琵琶湖、白山、御嶽山、能美平野などが展望できる。南東の能美平野からは、 いぶきさんを望むことができ、多くの学校の校歌で歌われている。北側の国見峠へ伸びる、両線上の五座盆、大萩山、国見岳をつなぐ尾根は、いぶき北尾根と呼ばれている。南側の天の川と真北川を挟んで、鈴鹿山脈と養老山地が対峙している。いぶきさんを源とする河川には、琵琶湖へ流れる淀川水系と、 能美平野の河川に流れる木曽川水系がある。伊吹山と、伊吹北尾根はその西側の淀川水系と東側の木曽川水系との分水会となっている。麓の大見盆地、能美平野、東海道本線や東海道新幹線の車窓などからも、そのどっしりとした山陽を望むことができる。西斜面では、石灰岩採掘のために削り取られた山肌が目立ち、 景観を害している。西山六の米原市の三島池からもその山陽を望むことができ、明景とされている。南側にある清滝山、標高四百三十九メートルの山頂は、伊吹山を間近に望むことができる展望台となっている。東の池田山からは山陽を望むことができるが、南東にある南宮山の登山道からは、ほとんど山陽を望むことができない。 南南島の養老山地の小涯だからは山陽を望むことができるが、養老山からは望むことができない。南の鈴鹿山脈の陵前山からは、どっしりとした山陽を望むことができる。山上部からは、伊勢湾、南宮山、養老山地、陵前山から南に連なる鈴鹿山脈、大見盆地、琵琶湖と対岸の平山地などの山並み、金草岳などの奥美濃の山々、 農業白山、白山などの両白山地、乗倉岳などの北アルプス、御嶽山、中央アルプスとその両線越しに、南アルプスの山並みなどを望むことができる。いぶきさんを主題とするテレビ番組が多数放送されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。